まあ、元々も音楽が好きで、ライブに行くよりもこう CD 聴いたりするのが好きで、当時だと CD にライナーっていうものがありまして、その中によくあるレコーディング風景に憧れて、まずレコーディングスタジオに入るのを目指したのがきっかけですね。まあ、CD の再現というよりは、やっぱりその場でしか聞けない音圧感だったり、大きい音。まあそれが、耳に痛くない、体で感じれる興奮だったりとかっていうものを、最優先して考えてます。クリアに、お客さん、どの場所でも届けてあげるっていうのが、まず第一で、その後に、エンジニアのいいミックスが、ロスなく再現できる音響システムを組むこと、いいミックスをどこまで最大限発揮できるかだと思ってます。ちゃんと歌詞が聞き取れるか、その中で音楽的にどういうバランスが一番最善なのかっていうのを考えてます。モニターミックスの時は、リズムが分かりやすい。テンポ感。あとは和音の構成だったりとか、音の積み重ねが分かりやすくできるように心がけてますね。エンジニアの力では、その楽器の 音色は変えられないので、楽器の音色ありきでいい音だったりとかっていうものが形成されてると思うので、バンドが目指したい音がどういうところにあって、それをするにはどういう楽器の音作りをするのがベストかっていうのをコミュニケーションを取ってます。アーティストとはやっぱり前後でしかコミュニケーションが取れないので、ライブ中にそのままレスポンスを受けるのはお客さんの盛り上がりだったりとか、やっぱりお客さんの反応っていうのはすごく分かりやすいですね。とにかく正確に判断できることが、やっぱり逆に何かを持っててもうまくいかないことももちろんあるので、まあ耳ですね。いろいろ今回ヤマハさんの製品を使わせていただいたので、目指してる音のニュアンスというか具合が、やっぱり一貫してあるんだなっていうのはすごく感じれましたね。聞いた感じの音の方向性がすごくどれを扱っても似てる。ヤマハ製品を使えばこういう風に扱えるんだな、こういう音がするんだなっていう、こう漠然とした印象ですね。アーティストを考えて物を制作をしたりとか、まあライブをやったりとかすると思うんですけども、受け取る側がまずあんまり考えてないことじゃないですか、そういうことっていうのは。アーティストの考えてるものがどう伝わるか、どう伝えるかっていうのが、それを発信していくことで、よりこう観客だったりとかリスナーに寄り添えるっていうことが、目標値としてあることがまずいいことだと思います。エンジニア目線だったりとか、開発側のこのこれがいいんですよっていうことだけじゃなくて、逆にこう相手に寄り添っていくっていうのが一番大事なことだとは思います。